4コーナーから直線です。今度は外目から12番のセイスコーピオンが先頭、しかし外から追ってくるムチを振るって8番敬愛レオーネ、敬愛レオーネと間13番武蔵キングオーが並んできた。3頭馬体を合わせた追い比べ、外敬愛レオーネ、内がセイスコーピオン、間武蔵キングオー懸命に追っているがわずかに遅れて今3番手、前は2頭になった。敬愛レオーネ、セイスコーピオン、2頭が並んでゴリ、追い比べのままゴール。体勢どうか、内12番セイスコーピオン、外が8番敬愛レオーネ。重賞3連勝となりましたが、今の気持ちを教えてください。力がある馬なんで、結果が出せてよかったです。今日のレースを振り返っていかがですか？かなりスローペースになってしまって、かなり行きたがってたんで心配してました。今日の馬の状態というのはいかがでしたか？若干息遣いがちょっと重めかなとは感じましたね。はい、森ジョッキー転入後コンビを組んで3戦そして3連勝となるんですが、はい、この馬の強さというのはどういったところでしょうか？そうですね、パワーがすごくて、あともうちょっと操縦性がというか、僕が、ね、手の内に入れられればさらにいい結果になると思います。もちろんね、交流とかも視野に入れていきたいと思ってますし、それは馬の状態とね、オーナーと厩舎と相談しながら、決めていきたいと思います。では最後にファンの皆さん一言お願いします。はい、今日はセイスコーピオンを応援していただきましてありがとうございました。ちょっと最後の直線でね、ちょっと一瞬束に迷惑かけてしまって、僕自身すごく反省して、まだまだだなと思いました。またね、さらに精進して人馬とも頑張りますんで、また応援のほどよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。重賞3連勝となりますが、今の気持ちはいかがですか？やっぱり、過去の2戦強かったんでね、今回もまた楽しみしてたんで勝ってもらってよかったです。馬の仕上がりというのはいかがだったでしょうか？今回またちょっと目方が増えてたんでね、ちょっと重いかなとは思ったんですけど、走ってくれてよかったです。レースをご覧になってどうでしたか？そうですね、やっぱり折り合いでいくらがかかるのかなと思ったら、やっぱり前回より少し前目2番手で、ちょっとやっぱりスローペースっていうか、そのあれが難しいんじゃないかなと思うんですね。ですが重賞3連勝というのはやはり強いかなと思うんですが、この馬の強さというのはどういったところなんでしょうか？やっぱり競馬がうまいんじゃないですかね。ちょっとだから、かかるというところも心配なんですけど、スッといいところにつけれて、でバテもせずどんどん伸びててもらえるんでね、その辺がやっぱり強いところだと思います。東京大賞典の出場権手にしたんですけれども、次走のご予定はいかがでしょうか？まだちょっと分からないですね。この後相談しつつということですかね。はい、では最後にファンの方へ一言お願いします。そうですね、これからもまたセイスコーピオン応援よろしくお願いします。